マイクラは今日はどうなるかな。意外とスターデューバレーの方に時間使っちゃったからね。まあなんか映える感じ、マイクラの方がまあ映えるは映えるだろうな。スターデューバレーと比べるとな。なんかこうクリエイティブな要素が多いような気がするね。や、お腹空いてきたな。なんか、まあ、たった4時間だけどさ、やっぱ配信する直前になんか食べんとすぐお腹空く気がする。どうしよっかな。夜じゃん。交易品を少し集めてチェストに入れてます。拠点の一番左側の上のチェストです。看板まだつけてなくて。なるほど。これか。あ、了解。ありがとう。巻きでいこう。まとめていかな。人参とは外です。木材集めするところで終わってます。了解。めっちゃ畑が。人参そっちね。これだけ収穫しとこうか。あ、ビートルートもあるね。めっちゃ人参増えたね。いいね。あ、じゃがいもとビートルートね。畑をまた増やしました。とりあえず交易をねやっていかんといけんから、まとめて交易できるからまあありがたいよね。動物が踏み荒らしてる。これ食べ物がないな。こっちにも小麦全部入れてる感じか。じゃ、とりあえず、ビートルートとじゃがいもこっちメインでやったらいいかな。食べ物にベックドポテト作りました。チェスト入れてます。そうですね。早く柵をつけたい。じゃあ、ここ、とりあえず、ビートルートとじゃがいもメインでやった。余ったら小麦植えておくわ。
じゃがいもも結構な数あるんだな。あれ、豚ってじゃがいも食べるんだっけ？ついてくるからそうなんでしょうか。多分、まあ食べるわ。だいぶ中途半端になっちゃった。あ、おまけだからよ。あとこれあれか、中入った時に死んでも大丈夫なようにあれだったな、死んでも大丈夫なように置いといたのな。どうしようかな、ネザーゲート湿地帯につなげたいけど、まあ、まず交易してこようか。なんかマイクラ、まあ、さっきスターデューバレーをやったけどさ、マイクラの方がなんかこの自由度が高い感じはあるよね。何でもできる感が、何でもできる感あるよね、マイクラって。やっぱその感じがすごいよな。なんかスターデューバレーとかだったらさ、なんかその決められた、そのそもそもこう作ったゲームを作った人が決めたことしかできないみたいな感じがあるけどさ、まあ、普通ゲームってそういうもんだと思うけどさ、マイクラの場合すごいのはなんかこのアイデア次第でマジで何でもできるよねっていう。でしかもレッドストーンとかもあるから遊びの幅がえげつないんだろうな。だから人気あるんだろうね。どんな遊び方もできるっていう。ほんまにそうですね、オープンワールドですし、そうなんよね。なんかこうしないといけないみたいな流れが全くなくって、でそういうのすごいよな、よくよく考えると。できるものは全部で、一旦この辺置いておこうか。攻撃できるもの持って行って、まあ、とりあえず向こうに置いとけよ。安全な道は大事だな。この上もちゃんと
やったんだったな、そういう。安全安全、安心安全。デザインまでは入れられてないけど、道の幅とか高さとかも確保できてないけど。ここの時間たたんのよね、多分ね。え、なんか増えてない？村人増えてね。あ、あれか。じゃあ子供が多分大人になったんだ。のみさん。人参は無効なんだよな。スイカってまだないんだっけ。スイカも攻撃できるようになった。かぼちゃも本当早く手に入れたい。このみ二人だっけ。立派です。最悪ですね。あります。スイカ明日には畑作ります。ありがとう。人参いかねえけんな、これは。高くなっとるな。まあ急ぐことはないか。とりあえず価格が落ち着くまで待つか。これもまたまとめて持って帰ろう。一応ここチェストプレート入れた、鉄の胸当て入れてるから、またあのまとめて拠点持って帰ろうと思うけど、まあ、いけにゃ、ここまでは来れるよね。いけにゃ使って。まあ多分相当当分壊れることはないと思うけど、いくらでもあるから。レベル上げんといけんけ。無駄に攻撃することになるけど。肉は こいつ製図家か。師匠がいいけど、あれ鶏肉って石炭15か。これ何げん値上げしてる。たくさんあったクワもいくつも壊れました。助かってます。ああ、よかったよかった。師匠がどこにおるんかわからん。は？石食い。製図か、製図家か。は？あった。ランタンは攻撃できるようになったけど、
れ入れといて、あれこれ肉屋ってここじゃなかったっけ。まあいっか、人参いこうか。今の粘土、うん、粘土も交易でき、確か萎縮が粘土交易できたと思う。だよね。でしたね、見つけたら集めておきます。ありがとう。あ、じゃがいも持ってきてないこれ。じゃがいもも攻撃できるわ。あとかぼちゃもやっぱそうだな。かぼちゃとスイカもだな。あ、粘土ここもいける。ちょっと整ってないからあんまりうるうるせんとこ。お、肉が。このネザーゲートまで今日できたらいいんだけど、あれだな、こっちからまっすぐ行ったらぶち当たるんだなこれ。あ、すり橋がない。あ、人参持ってきちゃった。てか向こうチェストあったかな。チェスト置いとかんといけんな。安全に通れるのはいいね。まず安全に通れるようにしようかな。気持ちいいし、もっあれ作った方がいいな。なんけ、いつもよく作ってた、カバンドのさ、自動的に入ってくやつ、簡易的な。あれまたちょっと今度、あの場所どんくらいの大きさになるかな。あのよくあるあれね、あれまた。あれまた作りたいな。そしたら溶岩でさ、ガンガン焼けるようになるもんね。これもちょっと一旦こっちぶち込んどいて、やっぱこのやっぱワールドを新しくすると新しくやりたいことがいっぱいできてくるから忙しいな。ディープスレートも大概使い切りよる。大概使い切りよるけど。
旦このパターンでいこう。自動かまどあれば便利です。うん、なんかどっかあの場所作っとってくれたら、あ、ここでっていうところがあればあれ作るよ。鉄も足りるんかな。鉄ブロック何個いるんかちょっとまた考えんといけんけど、石が入ってました。マリーションチェストに。あ、そうか。あのちょっと今かまたまとめて持っていく。ちょっと今から安全な道を作るから、またまとめて持っていこう。これはちょっと、あ、エメラルド持ってきちゃってる。ちょっと集中する。タバグマさんこんばんは。ちょっと向こうに行くからって持っていけばいいんだろうけど、いい、ここの向こうを修繕するモードだから、頭が鶴橋足りるかな。了解です。うん、なんここにっていう場所があれば作るよ。作るよ言って、まあそんな大したもんじゃないけど。入れっぱにできるから楽よね。分けるとやっぱり石炭最後のあの端数の分が無駄になっちゃうしね。一箇所でほったらかしにしとけばいいかな。から行こうか。これ下気をつけんと多分どっか穴開いてんだよね。これか。あれ？あ、違う、ん？こう、あれはあれか、溶岩か。かしらか穴開いてる。ここの辺から穴開いてる。あ、違う、ここじゃないか。あのもう一個の、じゃここじゃないな。この向こうだな。整ってないのは。割と安全。そんなめちゃめちゃ危ないということはない。するとちょっと若干めんどいね。どうしようかな。どうしようかな。ザーゲートもう一段下に作った方が良かったな。まあ池には黒曜石手に入れてからちょっと低くすぎゃいいか。
でも向こう直線でつないで多分つながると思うから、ちょっと直線でつなごうか。そここれつながると思うんやな。今溶岩出てきた村人が被害に遭うんだけど、多分ぶち当たるでしょこれ。もうだいぶ慣れたもんやな。あんな、あれまだ、あでもあの青いところにはたどり着いてるね。目の錯覚でなんか地面が変に見える。あ、たどり着いた。はい、つながったぞ。いってらっしゃい。これ下が11分だろう。黒曜石もちょっと取らねえけんから間に合うかな。とりあえずある程度安全な道を作るっていうところまではできそうな気はするけど、黒曜石取って開通するところまで行けるかどうか。結構長いな。だんだん入り組んでくるよねこうやってやってると。で、これこの下こうなってるから割と怖いんすよね。こっから道ないんだな。厄介だなこれ。エンダーマンと目が合ったら、めっちゃ高いところまではテレポートしてこないんだっけ。テレポートしてきてバシってなったら最悪よね。これ後々下降りれるようにはしたいなと思うけど、
あと座標確認せんといけんね。ちょっとここまで安全にしようか。とりあえず たちまちかの。座標確認せんとき。これはどこだっけ。湿地帯だから50-238。237だから。大丈夫よね。ガスッと。50を目指してんだな、今。めんどいな。ずれても大丈夫よ。じゃあこれで1、2でやればいいか。ちょっといびつになっちゃうけど、またきれいにしよう。よーし、こ
これでとりあえず移動するだけなら安全かな。今のとこ大丈夫？あ、こっちから帰れるのか。あ、雷さん帰り。で、黒曜石を手に入れて、黒曜石があと何個かな。めんどいからここにぶち込んどいて、待って待って、死ぬかもしんないから、スライムボールあるね。バケツ、バケツ4個。黒曜石2個か。あ、じゃあまあまあ2回行けばいいんか。2回行こう。命がけないよ、こっからが。かな、まだ近場に吹っ飛ばされてんの。湧いてくるとめんどいから先手必勝。あれどこだっけ、あれか、危ねえ危ねえ。拠点リフォームしたんですね。拠点梅桃さんがずっとやってくれてる。ここね、で攻撃のために畑も今増やしてくれてる。あ、あ、鶴橋いるけど、取ってきちゃおう。取ってきて、で、その帰りに、なんか動物ってさ、一発攻撃したら昔、もっと高速で逃げてたよね。追いかけるのが大変なほどに。マイクラ、そういう意味ではその部分に関しては緩くなってるけど、他の部分がめちゃめちゃハードモードになってたりするから、結構環境変わったよ。マグマキューブなんかいなかったんだかな。あ、やべ、バケツが重なってない。待って、バカバカバカ、そこやばい、危ねえ危なっ、あぶねえ。ワンチャンある、ワンチャン死ぬからな、ああいうの。うわ、結構食らうんだよ。ノックバックもやばいけど、この装備が揃ってない段階だと普通に危ない。
少しだ、だけですまだまた広くしますね。ロッカールームを作り、自分たちの持ち物を入れておくチェストも作ります。農作業大好きなんで入った時にします。ありがとうございます。1、2、3、4、でここに、よし、これで またしばらくバタバタしてて不自由をかけます。ワグマさんお帰り。あと30分もあれば湿地のネザーゲート開通できそうだね。マイクラやってると本当思うけど、人間ってこう完璧な状態になれば幸せっていうわけではないんだなっていうのを本当よく思うよね。やることがあるとかさ、なんか忙しい時ってさ、なんか何もやることがない状態に憧れるじゃん。でも何もやることがない状態って意外と苦痛になっていくんだろうなっていうのをマイクラやってると思うよ。大変な時の方が、大変な時とかやることがある時の方が楽しいみたいなのはあるね。便利だから幸せということでもないというのをこう分からせてくれるゲームなの。それを実感できるゲームってすごいよね。実感してるからな。木材も集めてチェストに入れてます。松崎さん好きなように使ってるね。ありがとう。とりあえずネザーゲート、ちょっとスライムボール持っていこうと、バケツ、ワンチャン買えるゲットできる可能性があるから、リードも何があるかわからんから不測の事態に備えて、いいかな。いやバケツも一応変える育成セット、うん、びっくりした、焦った、バグるな、今死ねない。あ、やべ、ちょっと待って、ダイアンツリー橋持ってきちゃってる。いや、ワンチャンあるからな、ワンチャン、そのワンチャンいらんのんだけど、ワンチャン危ないからな、ワンチャン危ないから、これちょっと道分かりにくくなったけど、直線で湿地帯で、ぶつかったところを右に曲がってまっすぐ行ってあるネザーゲートが湿地帯付近の4個目だったかなの村のネザーゲートで、もうじゃあ突き当たりじゃないよね、ここ、これまっすぐが最初にネザーゲートつないだ道のところ。だんだん複雑になっていくよ。ついていけないぐらいだよこれ、覚えとかんとまた看板つけりゃいいんだけど、こっちが湿地帯で、こっちが
何2個目につないだネザーゲートの村、人参とかの交易ので、こっちが創始地帯。だんだん複雑になるかな。間違えた。あ、そうか。あ、そうか。これ、俺上がれねえな。まあ、作るだけ作るか。やべ、これ上がれねえ。いらないもん持ってきてない。うわ、めんど。上、上から行くか。あ、てか、ツルハシ持ってきてねえや。看板付けに行きます。チークさん、こんばんは。ハーフ持ってこなきゃ。やらかした。万全の装備できたのが。村でも呼び方なんか適当でもいいから決めとかんとめんどくさいね。何がいいかな。とりあえずで決めていいんかな。とりあえずなんかいい名前があったらあれだけど、変えたらいいと思うんだけど、とりあえず今印象的に1個目に最初につないだ村、あの小麦を攻撃できる印象があるじゃん。だから1個目つないだとこ、こう小麦の村で、2個目のとこ人参攻撃できるじゃん。だから2個目のとこ人参の村めちゃめちゃ安易な付け方。なんかいい村の名前があったら変えよう。言ってまた、とりあえずよく分かんなくなっちゃうから、まあとりあえずそれで目的がね、それでわかるから、たちまち小麦の村、人参の村、湿地帯、と拠点、そこらに今ネザーゲートが、湿地帯は今からだけど繋がってますよと。そうですね、なんかいい名前があれば変えていけばいい。多いなぁ。でも最終的にはエリトラで移動できるようにまた高さもしっかりとっていかんといけんな。あもう、まあ近くの村に置いてあるか。小麦の村に。小麦の村は2番目の村で、人参の村が4番目の村ですね。そう。小麦の村が、そうだと。ここが人参。人参の方に置いてないよね。この横のとこちょっと、落ちるな、これ。地図もいつでも作れるので早くに作りたいです、2列で作るのがいいな。ネザーゲート基本的に2マスでやってるから。よかった。あれ？お前どうやって入った？これここに湧いてんの？てか入れるのかな？もしかして村人このパターンのやつ。
入れちゃうの、うん、なんかガン飛ばしてきてるのもいい。羊飼いか。あ、いや、こいつあれだな。多分子供、ネザーの中にいた子供が大人になったんだよ、これ多分。で、多分出てきてる気がする。いないっしょ、多分。あ、こいつも元に戻すチャンス。もう早くテレポートしろ。境目におるな、ずっと。境目におるな。まあ、ええわ、こいつ。2人目だもんね、これね。なんか入れそうですよ。上を歩いてるの見ました。上？あ、さっきの。そう、ワンチャン、あいつ戻ってるタイミングで、畑の枠から入った。あー！だね、それだね。あの方式、普通には通れないはずだよね。だけど、その、畑のところから入れるのはあるな。それは間違いないな。1、2、3。あ、ちょっと待って、ここ怖いな。もう最低限だと危ないな、これね。さあ、湿地帯へゴー。木の上、なんでこんなところに生成されるかね、マジで。なんかこういうところに生成されがちよね、これ。で、湿地帯。ああ、湿地帯だね。いや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 、なぜ。また作り直さん、やり直さんといけんかな。もう意味わからん。なんで木の上に生成するの？意味不なんだが。引きずる。引きずります。カエルさんおられませんかね。カエルさんおられませんかね。カエルさんおられませんかね。カエルさんいました。よし。サムネになるかな、これ。OK、カエル使い。これって、できればオタマジャクシなどあればありがたいんですが、これスライムボール。あ、ちょ、大丈夫そう大丈夫そう。お前ら大丈夫そう。それスライムボール、オタマジャクシなどあれば、お、こいつを、
バカ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 。あ、流した？嘘やろ。嘘やろ。持って帰れるの卵ではなくおた、あ、卵ではなくおたまじゃくし。卵じゃないんだ。あー、じゃあ卵をもうちょっと待たんといけんかったんだね。あ、やべ。どうしよっかな。もう食べんよな。あ、食べる。え、これで。これさ、近くの木に、あ、これには、あ、これには結べないんか。あ、来た来た。これで結構待たんといけんのかいね。1個だけあってもダメなんよね。2匹いないとダメだもんね。結構待つんかな。意外とあれだね。これで水辺に連れてくればいいんでしょ。結構時間かかるんかな。柵があればつなげられます。柵ない。柵あれ壊せば作れる。困ってる間に作る。斧ちょうどあるもん。おたまじゃくしもスライムボールなの、え、おたまじゃくしもスライムボールなので集めておきます。おたまじゃくしもスライムボールって何。おたまじゃくしにスライムボールあげたら大きくなるってこと。あ、カエルになるってこと。見た目は今んとこ変わらんな。ワイルドに飛び込む。結構時間かかんのかな。大人になったと思います。そういうことか。ちょっとこれ連れて帰りたいね、拠点まで。連れて帰りたいけど、ちょっと時間かかるんかな。卵の状態から、ここからやれることはないよね。
あ、あとあれだな、逃げないように土かなんかで、あれやっといた方がいいな。シャベルとか持ってきてないや。逃げないように、拠点の水辺を囲います。拠点の水辺、うん、まあ何かしら、そう、いや、で、いやいや、このおたまじゃくしにこいつらが、まあ、多分なるじゃん。で、捕まえるときにさ、ちょっとめんどくさそうだなと思って、でちょっとりあえずここ、こうしとこうかなと。色違いのカエルが生まれるといいですね。うん、これで多分というか、オタマジャクシだったら飛び出ることはないだろう。いや、時間かかるんかな。オタマジャクシになる瞬間を見たいな。でもオ見た目は今んとこ変わってないよね。ログインした簡単な囲いを作った気がする。ありがとう。マグマキューブ食べさせてみたいよな。あ、でスライムボール、ん、あの小さいスライム食べさせてもいいんだよね。だからスライムがいるところにカエル、あ、お、オタマジャクシはなんか破裂したけどえ、ちょっと待って、なんか破裂して、お、え、どうなった。なんかあの上のあれが水に落ちて卵が破裂した、なんかバーンになったよね今。こんなんかいないよね。え、どうなったん。水に入った時に産むかな。おもむろに水辺に行くな。あ、行くわ。おもむろに風格があるな。あれ、さっきのはどうなったの？いないよね。それっぽいのいないっすよね。あ、おるわ。あ、これでも卵やっちゃいそう。いけた、おったわ。一匹だけか。一匹だけか。いけた、オタマジャクシのバケツ静止画になってる。オタマジャクシが静止画になってるわ。どうしよっかな。遠いけど、そのカエル、この2匹のカエルも連れて帰ろうかな。じゃあ走るとダメなんだよね多分ね。
これ待って、おお、おる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 、はい、2匹出たかもかった今、気のせい、なんか2匹に見えたけど1匹か、基本1匹しか出てこないのかな多分ね。まあ、カエルはほっといてもスポーンするんでしょう。あ、ん？あ、でもこいつらは、あれか、連れて帰らないと、向こうで生まれた、あ、向こうで生まれた、やつは、色が違っちゃうんだよね。え、っていうか、こう、上がれなくね？これ、こいつら上がれなくね？あ、てか俺も上がれねえや。ちょっとめんどいからこれでいっていい？これいけるんかな？ちぎれそう。入るかな。ああ、先に入れないといけない。ただゾンビピーク守るな。うわ。上開いちゃってるから。ゾンビピーク守る。あれ？ここでは繋がってんだ。先にカエル入れないとダメかな。ゾンビピック守るんだけど。あ、行った行った。異世界へ、異世界へ行ったけどゾンビピークもおるんじゃ、あれカエル、あー、バカバカバカ、一匹どっか行ったろう、だってゾンビピークマンが、厄介だねー、金装備してないからな今。カエルが、待って、野生に戻った、あんなとこおる、こんなとこで野生に戻られても、望むところじゃ、危ない、あ、意外といけた、カエルを助けるんだ、よし、来い、ちょっと待って、角度的に早く早く、危ないんだここは、危ないから、危ないから、これ危ないから。早く。ひとまずしかないからこっちに誘導しにくい。いや、こいつ、お前今だけ言う。バカ。危ない。よし。意外と早めでもついておくるな。だ、こう上ちゃんとせんといけんけど、いや、お待たせお待たせ、落ちんなよこのハーフブロックのところ、頼むぞ、一
旦こう来て、あれだ、縦列駐車の原理だな。一旦こうちょっと行ってから帰るやつ。あ、意外といける。これ走っちゃダメなのかな。でも来てる、意外と頑張るな。頑張るけど後ろ向きながらだとむずい。あ、でもこれも安全な道を確保してこそだよね。よいしょ。これでまあカエルブロックはいけるかな。こっから落ちないことを願う。じゃあまずはお前らを先に異世界へ。よし、あれロープ、あれ今2個拾ったっけ。お、なんか時空の狭間にあったの。え、おっと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 、オッケー。これなんかオオカミとかそういう天敵いないかな。オオカミカエルには興味示さないかな。カエルの楽園を、とりあえずじゃあここにくくっておこうか。これもういい、OK ね。じゃあここにインよーし。あ、でスライムボールを食べさせればいいの。あ、ほんとだ。とりあえず一匹、とりあえず一匹。まあいいか、こいつ一個あげるか。なくなった。使い切った。これでまあ繁殖できるでしょう。ああ、進んだ。ああ、オッケーオッケー。今日行きたいと思ってたところまで行けたわ。え、この高さで大丈夫かな。あ、会場の、農場のそばに囲いを作りました。高さどうなんかな、俺もよく分かってないよ。カエルどうなんだろうね。ちょっと俺もよく分かってないんだけど、いや意外と飛ぶな、意外と飛ぶぞ。取りに行ってきます。うん、まあなんかガラスとかで、まあ、普通に囲っとけばいいんじゃない。よし、これでカエルが、多分違う色のカエル生まれるよね。だとしたら2色分ゲットかな。あー、よかったよかった。あとは湿地帯、まあ湿地帯まで行けばいくらでもあの色のカエルは取れるだろうから、あ、そうだ、つかみねえさんお疲れ様、トカグマさんもお疲れ様。ちょっとあの向こうのところ、あの上のところだけちょっとちゃんとやってこようかな。
死んでもいいように食料持っとく。この辺持って最低限安全だけ確保しようか。もうバージョン 1.19 の新要素を取り入れることができたな。よしかなとね。微妙に遠いけど、まあ行けない距離ではないね、これくらいなら。で最終的にエリトラで飛ぶことを考えて、あとあとちょっと広めに道は作りたいな。入れればいいよな。とりあえず入れればいいよこの超最低限の、これはいける？いけるね。いけりゃ問題ない。OK、うん、OK 超最低限。最初はもうこんなもんだろ。で、こう、カエルの、あの、休憩スポットが。あ、こっちか。いやー、進んだ。1時間の割には、なかなかの充実度だったわ。戻って荷物置いて終わりましょうかね。進みましたね。進んだね。カエルを拠点まで連れていくっていうところまで行けると思ってなかった。湿地帯のネザーゲートをあの繋いで終われればまあええかなぐらいの感じで考えてた。スライムいました。ああ、よかった。ちょうどよかったね、スライムもいる場所で。オタマジャクシも大きくならんかな。こいつらもつなげておきたいよな。あいつら大きくなってつないで終わろうか。で、色だけ見たいよね。囲いをさない人をつけます。あ、よろしく。スライムボールちょっと使うわ。やつらを大きくしよう。
入れた？あ、てかマグマキューブのあれは食べないの？マグマクリームって何入れた？食べ物食べますカエルのカエルの食べ物だから食べ物のとこに入れたのっていうこと？カエルの食べ物だから食べ物チェストに入れた。どこ？確かにカエルの食べ物だな。カエルの食べ物ではありますね。食べさせていいかな？水が澄んどる。なんか大きくなった？こんなもんだっけ？結構かかるんかな？あ、大きくなりきらんかった。結構かかるんかな？なんか本物のオタマジャクシみたいに足が生えてみたいな段階を踏むのかな。いや結構かかるんかな。終わった方がいいかな。待てないくらいの長さなんかな。あ、ていうか、俺こっちのこいつらにやった方が良かったよな。こいつら内側に置こう。ここがいいかな。こいつら内側に置こう。内側に置いて、お内側に置いて、んでドラウンドおるわ。ちょっと邪魔かもしれないけどね。結構飛びない。スライムボールこいつらにやればよかったな。ほんと集まり次第こいつらに食わせて、ただ自然にこう水辺で産むから、あれこれ暗いね。めちゃくちゃ飛びますね。飛ぶね。まあまた結構時間かかりそうだな。オタマジャクシが大きくなるには、特に変化はない。まあまたまたでいっか。思うようにその中入らんの。奥の方につけとけ。あれ魚が湧いてる。あ、どこ行った。
ちや、こいこっちや。よし。泳いどる。うわ、出ようとしようね。うわやんちゃだな。まあその都度やればええか。別に今急がんでも。でも最悪逃げてもまた連れてくりゃええからな。じゃあこの辺にしとこ。あ、データ取って。いや、進んだ。で、次回あたりあれだな。なんけ、カエルライト。カエルライトだったっけ。あれも、次回あたり作れそうな雰囲気ですね。明日ガラス作って高くします。ありがとう。いや、やることだけはどんどん増えていくな。や、ではデータ取って終わろう。なかなか充実度の高い日だったな。3844。この1時間344。13634530。広角マイナス1500。打ちました。了解。では終わろうかなと思います。今日はもうカエルが取れたの湿地帯へのネザーゲートができたということで、だいぶ大きく進んだかなと。あと新要素のね、カエルも外出ちゃってるけど、カエルとあとオタマジャクシも、手に入れたということで、この1時間にしては本当やれることはやった感があるね。進みました。うん、これくらい進むとやっぱ楽しいね。で、ネザーも一応、最低限安全な状態は確保できてるんで、まあ、あの状態で、とりあえず不安なく移動できるようにだけしといて、で、また余裕が出てきたら、広くしたり、整えたり、デザインを加えたりしていけばいいかなと思います。梅桃さん、お疲れ様。では。終わりますね。夢未来さんもお疲れ様。では終わります。おやすみ。ありがとう。